来年ため上門。来年ため上門。ためえ門。来年ためえ門。1767年。明和4年に1月から1825年。文政8年4月9日。旧暦2月21日は、品の国小一佐型軍隊石村。現、長野県東美市出身の元大相撲力士。本名は、関太郎基地。現役生活21年。 江戸本場所在籍三十六場所、大関在位二十七場所で、通算黒帽子が十個、勝率。九百六十二の大相撲史上未曽有の最強力士とされている。なお、本文中の日付はすべて旧暦である。千七百六十七年、明和四年一月、信濃国小さ形軍大関村あざ、金子、現、長野県東美市にて、関谷の長男として、誕生。 幼名は太郎吉、または孫吉とされた。幼い頃から体格に恵まれ、14から15歳の頃にはすでに六尺に達しており、家事を手伝いながら上野国まで往復していた。13歳の時、小室の城下町へ出稼ぎに行き、精米所の柳田塔介の下で奉公した。そこでの仕事ぶりと改力が評判となり、塔介のつてで長瀬村の章や、上原玄吾衛門。 あとの二代、ため久が関屋へ相撲の修行をさせたいと申し込んできた。上原家では、代々が相撲好きで、自前の土俵を構えて20名ほどの少年の世話をしていたほどで、かつてこの地で巡業を行っていた浦風林上門が、上原家と信仰があったこともあり、道場から浦風部屋へ、スカウトされたこともあったという。1781年、天明元年4月。 太郎吉は上原道場の門弟となり、相撲の稽古に加えて、読み書き、そろばを習うが、読み書きも四書五経を習うなど、門下生の中でも秀才四人衆の一人に数えられた。言語絵門は太郎吉に、さらなる期待を寄せ、長政寺の冠名を将に、太郎吉を向かわせて厳しい修行を行った。1783年、天明三年になると、 天命の飢饉が発生し、全国で一揆が発生したため、当時の相撲集団の大きな収入源だった巡業も中止が相次いだ。裏風一行も北陸地方を中心とした巡業を行っていたものの中止となったことから収入源を断たれ、幸運にも協作の被害を受けなかった上原道場に戻り、力仕事を手伝いながら慰安相撲を行い、翌年春まで登留した。 太郎吉もこの間に、関取の稽古を受けて力をつけ、裏風から力士転校を進められたという。太郎吉は1784年、天明4年が秋に上京するが、裏風はすぐに、初土俵を踏ませることはせず、まずは伊勢の海部屋へ入門させ、当時の各界の第一人者だった谷風梶之助のうちで主として稽古をつけ、その素質を存分に開花させる方針を取る。 不況による本場車の中止が相次ぐ中で、太郎吉は谷風の胸を借りて力をつけ、初土俵に備えた。1788年、天明八年十一月、平野の柏戸カンタオットの紹介で、松江藩の抱え力士となり、四人ぶで松江藩士となると同時に、新州の両親には木に四十両が与えられた。四個名は、雲州ゆかりの来殿を名乗ることを許された。 1789年、関西元年、海の国梶川村、現、山梨県南駒郡藤川城梶川において、西方屋のみの巡業を行い、来電は、都合で欠席した谷風に代わって、大関として七日間の興業を行った。これが記録に残る来電の初土俵で、この番付のみ、来電、ためごろうの表記である。巡業終了後はそのまま大阪へ向かい、 同年8月場所、大阪相撲で小結びに付け出された。本場所での番付登場は、初だったが、この場所は全休となる。江戸で行われた同年、11月場所は、師匠、浦風が、肝心元だったが、来年ら運襲への力士は、藩主、松平春里の指示によって、大阪から松江へ会、参加できなかった。同年8月23日に三人ぶちで不知米を、 歌詞され、正式に藩の相撲州に加えられると、そのまま運衆で稽古、相撲披露を、巡業などを行ってそのまま越年した。江戸では、谷風が、小野川喜三郎と共に、吉田塚崎から横綱免許を授与され、これを機に江戸相撲は、最初の相撲黄金時代を迎えることとなる。来伝は、結局、1790年、完成2年3月場所を欠場した。 二場所連続の全休となり、藩主から江戸金番の命が下ったために4月20日に、江戸へ入り、5月24日から、千学寺の花相撲に出場した。続いて参加した四谷での興行は、さらに小規模な稽古相撲扱いで、自社奉行の見分も不要という新しい形態での相撲だったという。その直後に病に倒れ、7月下旬から開始された。 北陸巡業には遅れて参加するが、柏崎、善光寺、熊谷、河野巣と回る合間を縫って帰京している。11月場所においてようやく、江戸相撲における初土俵を踏み、来電は谷風の後を追うように、柏戸を上回って、関脇に付け出されると、10日間の工業で8勝2よの優勝相当成績を上げる。8日目の小野川木三郎戦では、 来年の寄り倒しと小野川のう切りをめぐって大物言い,いとなり勝負検左役はあずとした。江戸相撲でいきなり優勝相当成績を上げた来年は1791年完成3年に木更津での興業を終えて江戸へ戻り同年4月場所に出場する。初日から三元賞と危なげなく白星を並べたところに上乱相撲によって本場所開催が中断される。 当時の上乱相撲は本場所とは別物として考えられており、現在の天乱相撲のように本場所の途中8日目に設定されているわけではなかった。来年は6月11日の上乱相撲で結び前に関脇、陣幕島之助と対戦するが、陣幕の立ち合いから一気の喉輪を受け、新一文字に土俵際まで押し込まれ、そのまま押し出しで敗れた。この敗戦が、 大年にとって公式戦での初黒星となった。上乱相撲終了後に再開された本場所においても、5日目に、全頭4枚目、火事が浜力右衛門に敗れるなど、6勝1敗1無二級と、物足りない成績に終わった。本場所終了後は、藤沢で工業を行った後、大阪相撲の同年8月場所に出場して、谷風に代わって、大関を務め、 江戸に戻ってから出場した同年、11月場所では発祥1419の好成績を挙げた。1792年、完成4年2月28日、運州加賀への力士は、藩主の命によって末へ下ったため、来年は、江戸相撲の同年、3月場所を全休した。3月下旬までの滞在期間中に、午前で稽古相撲を行い、4月10日に、 大阪へ入ってから名古屋、大阪、京都と連続工業を行う。京都相撲では旧門流との取り組みの途中、来年を一目見ようと駆けつけた大勢の見物客の詰めすぎと騒ぎすぎによって、桟敷が落下、複数の怪我人が発生したことから、取り組みは引き分けとされた。場所終了後には、京大師、柏戸が死去、9月の大阪相撲は不入りで打ち切られたほか、 江戸相撲十一月場所は大雪によって三日間で工業が打ち切られる、成績は二勝一休など、この年の来年は多忙な日々を極めた。その中で、薄いの甘酒屋の娘、藩、後の屋へと結婚し、工事町十丁目の長屋に新居を構えた。1793年、完成後年に1月から調子などの巡業を行い、江戸相撲三月場所は8日目に、 常山頃を基地戦で破れるなど、八勝一敗に終わった。この頃から巡業の形態も変化が加わり、6月の掛川、袋井の巡業を経て、8月には松江へ、小野川、木三郎ら半外の力士を招き入れ、大規模な国内巡業を行った。午前相撲では、小野川と対戦して五分の成績だった。同年10月場所では8勝一よ一9で、 初土俵以来6場所ぶりの優勝相当成績を上げた。これ以降、出場した本場所で優勝を逃したのはわずかに場所である。1794年、完成6年の帰省中に桜高寺が発生したが、松江藩の屋敷と来電の自宅は被災を免れた。来電はこれを受けて、神田明神で義援工業を行った後、3月場所に出場する。当初、 自社奉行から上乱相撲が近いことを内視されたために、肝心元は開催を急いだが、来年は初日の出場が間に合わず休場となる。4月9日の上乱相撲では、千歳川正太夫を押し出しで下した後、お好み相撲では、幕下、岩井川一八と対戦して月膝で勝利した。百九十五年、完成七年の年始に、江戸中をインフルエンザが猛威を振るい、 この影響で1月9日に谷風が亡くなる。同年3月場所では大伝が大関に昇進し、全勝するも、雨天続きとインフルエンザの影響より5日目で、打ち切りとなった。1797年、完成9年3月場所7日目に、花鳥山五郎吉に敗れたが、花鳥山は4年前に敗れた城山と同一人物で、大伝が二敗した唯一の対戦相手である。 5月に入ると、藩主、松平春里が病に倒れ、鶴の一声で、急遽松江に戻り、8月に春里が回復するまで、毎日のように5点で相撲を奉仕したという。この時代の相撲は、女人禁制を解除して、幕下以下の取り組みのみ披露するのが慣例だったが、この場所では、来年、小野川が共に5人抜きを披露した。ところが、本場所終了後に小野川が、 現役引退を表明し、来年の一強時代が続く。1798年、完成10年6月からの欧州巡業に出発すると、片屋を、庄内藩、秋田藩の力士が占めており、来電らは、客分格扱いとされた。その間に長女を亡くす悲劇に見舞われ、同年10月場所は、小野川の久留米藩に代わって来電から2勝目を挙げた。 課長山の庄内藩が東方を支配し、両藩の過労が土俵下に控えて行事、親方衆を巻き込んで口論となるなど大荒れの場所となったが、これらの逆境を乗り越えて9勝19の優勝相当成績を挙げた。しかし、場所中の11月7日に今度は父、藩栄門が死去する。来年は、その後、1799年、 完成11年11月場所でも9勝1九の優勝相当成績を上げ、休場した場所を除くと11場所連続での優勝相当成績という空前絶後の記録を打ち立てた。12月に藩から末駅を命じられるが、体調不良により、江戸に泊まる。来電は、年は明けた1800年、完成12年2月に改めて松江へ向かうが、 江戸本場所の開催期日を伸ばすように、松江藩と出場を交渉するも実らず、これに合わせて延期されていた大阪相撲には、間に合うものの、番付編成はすでに、運修力士抜きで編成されていたために出場が、叶わなかった。来年は仕方なくそのまま北陸巡業へ向かい、実家に立ち寄って、成果を立て替えている。同年10月場所初日に、シャチワサブロに敗れ、 江戸相撲での連勝が44で止まった。最終的に6勝1敗1 4二9となり、優勝相当成績も無敗の仙田川だった。1802年、今日は2年2月、松江藩主、松平春里が参勤交代で江戸へ向かった後、丸亀繁華課への大関、平石七太夫が訪問しており、一行の出発前の合間を縫って2日間のみ、興行を行うが、 この工業は開催前日に急遽決定したもので、文字の部分が白い黄板印刷の番付表となった、上、右折によって客入りが悪かった。その後は、浜田、広島を経由して、九州へ向かい、4月には、島原で半月ほど過ごす。この間に、長崎で中国人と酒の飲み比べをして勝利し、書画や品川番を譲られた。長崎での工業は雨に降られ、 10日間の興業をすべて開催するのに1ヶ月を要した。1804年、文化元年には3月場所を規範で病欠したことにより休場し、6月に仙台で谷風の追善相撲を行う。江戸に戻ってからは10月場所5日目の柏戸、総五郎戦で深くを取り連勝が38で止まるも、8勝1敗、19で優勝相当成績を上げた。 1805年、文化2年2月場所開催中にめ組の喧嘩が勃発するも、来年は直接関わっていないと思われるが日記には、大喧嘩の描写が事細かに記されていた。その後も、同年10月場所6日目の春日山ヶ門戦、1806年、文化3年2月場所4日目の、音羽三方右衛門戦にそれぞれ破れる。音羽さんは、 立ち合いで雷電の足を取る奇襲作戦で土をつけたとされ、雷電は雲の上にてゴロつくに、音はが山の下でコロコロと歌われた。この時に文化の耐化が発生したために、本場所は5日間で打ち切られ、その後も巡業も耐化による不況によって、巡業の肝心もと見つからず、一行が自主興業しながら進む異例の形を取る。大阪相撲の5月場所も、 手工業に悪戦苦闘中だったために出場できるはずがなく、本場所も悪天候で順延に順延を重ね、大化によって長期中断を余儀なくされた。その中でも来年は9勝1夜の優勝相当成績を上げるなど、度重なる天才の中でも無類の強さを維持し続けていた。来年はその後も優勝相当成績を上げ続けていたが、同時に、 黒星の数も徐々に増えていく。1808年、文化5年10月場所の鏡井は、浜幸助戦で不覚を取り、1809年10月場所には、新入幕だった縦上番右門に敗れるなど、周囲からは、体力の限界説まで出てくるほどだったという。それでも1810年、文化7年2月場所では急勝を挙げるなど、活躍するも、京都相撲では2敗を喫したほか。 同年10月場所5日目には、過去13回対戦して全て勝利していた江戸が、先玄野に14回目の対戦で初黒星を起死した。藩主、松平人志久の参勤交代に先発するも、腰痛のために、小田原で特例により離脱するな腰への不安もあり、最後の対戦となった柏戸との大関対決を、引き分け、1811年。 文化8年2月場所の全球を最後に現役を引退した。江戸本場所での通算成績は254勝10敗、34場所、勝率、962だった。1811年、文化8年2月14日、参勤交代で、江戸に滞在していた松江藩主、松平人志久氏の許可を得て、現役引退、同時に藩の相撲頭取に任命された。 来電の引退によって、出雲かかえ力士は関分け、玉垣学之助ただ一人となった。来電は判明によって、他藩の力士の勧誘や、玉垣に有利な番付け、取り組み編成のための交渉を命じられるが、どれもうまくいか、玉垣自身も1812年、文化九年に大関を一場所だけ務めて、現役引退を表明した。これによって、加え力士がいなくなったため、 雷電は、善光寺で、引退披露相撲の興行を行い、松代藩主、真田美幸きの午前相撲も披露するなど、半減期の状態がしばらく続いた。1814年、文化11年には、3年前の火災で被災した、高度寺の再建にあたり、半ゆかりの寺だった縁で雷電が首労と盆章を寄贈する。同時に来電と信仰のある教科し、 植産人の提案で相撲をモチーフにした盆栓を制作して評判を呼んだが、幕角、本田忠明に目をつけられる。本田家はもともと、出雲、松平家と反りが合わないことから、金の鋳造について、寺の住職などが呼び出され、ついには、雷電の相談に乗った、悲劇の旦那衆の一人が極死を遂げた。結局、雷電自身も、江戸払いに処せられてしまう。 1815年、文化12年、49歳となった雷電は巡業も含めて完全に現役を引退する決意を固め、8月12日に初めて上京する際に出世を誓ったとされる白鳥神社で最後の相撲工業を行い、完全に土俵を去った。雷電はその後も峠として抱え力し、当時の出雲藩では大半が 江戸関の出入り力士だったの世話や藩主との調整、相撲会所での本場所出場の交渉などを行った。この頃は、前藩主の松平不満が病に倒れ、1818 18年、文化十五年2月場所直前には、藩の看板力士だった成田喜中五郎が現役死亡するなど多忙な日々が続く。それでも、再編成された番付で小結びとなった。 縄張り綱上門が優勝同点の好成績を上げて面目を保つと場所中の来電は毎日会所で待機し勝負付きがすり上がると早うまで不舞のもとへ届けていたしかし場所終了後の4月24日に不舞が亡くなると同年秋から翌年にかけて出雲騎士の有馬さん竜上門の小野川襲明をめぐって久留米藩と対立来電は 双方の要求の板挟みとなり、結局襲名を短期間で断念せざるを得なかった。さらに、藩主、斎久氏自身が相撲に熱心でなかったこともあって、抱え力士を他藩へ移籍させ始めると、来年も命に従って各藩に、力士遺跡の交渉を行う。また、藩に掛け合って、それまで世話をかけた弟子たちに対して化粧回しなどを、分け与えていた。 1819年、文政2年3月28日、3月場所開催分の給金7両を受け取って、相撲頭取りを辞職、同時に松江藩との縁を切った。それでも4月11日には、西久市の三金交代出発の日に来電をはじめと、する休暇り力士が集まり、品川まで見送った。松江藩との縁を切った来電だが、1822年、 文政五年の九州、西久氏の葬儀では、最上の遠くから見送ったり、母、県の葬儀には帰郷せず、三回帰の際に帰郷した記録が残っている。1823年、文政六年には、宇水にある妻、八重の実家近くで登留する。この頃から、松江藩の家臣の間で力士を再度抱え直すこととなり、来年もこの動きに加わる。 江戸へ戻った来電は、有望な力士を探し、当時ばっかだった稲妻がみなりごろう、なるたき文衛門を発掘する。両者はそれぞれ大関、小結まで昇進し、稲妻は、吉田塚咲から横綱免許を授与された。1824年、文政7年には両者とも柏戸を苦しめるなど、好成績を挙げ、相撲王国は復活の第一歩を記したが、 ほどなくして来電は、四季の床につく。そして1825年、文政八年旧暦2月21日、1825年4月9日、59歳で、死去。死因などの詳細を伝える資料は少なく、墓所も、赤坂の宝土寺に存在するが、記事である、長野県東美市の関屋の墓地、妻、八重の郷土である、千葉県桜市の上行寺。 島根県松江市の最高寺にも、来年の墓と称するものがある。江戸相撲の本場所のみを示す。優勝相当成績を通算で28回、残している。これは白宝章、41回、現役、大宝後期、32回、千代の藤光に次、31回に次いで4位の記録で、年6場所制が始まる、以前のものとしては最高記録である。連覇は、 朝青龍名徳と白鵬の七連覇を上回って、史上最高。大伝が、現役時代に喫した黒星はわずかに十、他に上乱相撲での一敗がある。その詳細を以下に記す。大伝に勝利した力士はそれだけでも、大相撲王に名を残したと言えるが、人幕、血の神、柏戸の名が高い。音羽さんは勝利して、歌に読まれ、めくみの喧嘩で、 佐渡ヶ岳と居残り当番尾消しとし戦って死を挙げ。体格については、諸説あるが、江戸相撲で、初土俵を踏んだ時の宣伝の西系に六尺五寸、四十五百九十七センチメートル、百六十九キログラム、と書かれており、これが定説となった。また、残された手形がすべて左手で、また足田の左足の摩耗が著しいことから、左利きであったと思われる。 当時の力士としては、高い教養の持ち主で、諸国相撲控え帳、来年日記、一万相撲控え帳を残した。これは相撲に限らず、江戸の風俗を知る上で貴重な資料にもなっている。主語として知られ、来年が現役時代より記した日記、諸国相撲控え帳によると、今日は2年、1802年、長崎で、真の学者の陳慶山と飲み比べを行い、 二と三十六リットルの日本酒を飲んで飲み比べにち、なおかつ明定しなかったという。関谷は農家ながら、地元ではかなりの休暇であった。言い伝えによると、戦国時代は村上の力世の侍大将であったという。村上氏没落後は再起をかけつつ機能したという。現在、来年の子孫を名乗る関屋は、 長野県東美市と島根県松江市に一軒ある。前者は、来年の妹、徳の流れを組んで、来年検証会を主催している。後者は、来年の没後、松江藩の取り計らいで、八重が、雲州力士、浅風石之助を養子に迎えて、松江藩士としての家系存続を許されたもの両家は、現在も交流を続けている。 来年が横綱免許を受けなかった理由としては次のような諸説があるが、どれも決め手を書いている。現代のように、横綱審議委員会の横綱推薦内記、大関で2場所連続優勝が定められているという、視点からは、来年ほどの好成績でありながら、横綱に昇進していないのは不可解である。しかし日田一郎は、上記の諸説が、横綱という制度がありながら、 それにふさわしい雷電がなぜ横綱を免許されなかったのかという前提に立っていることを指摘しており、吉田塚酒から谷風と小野川が横綱免許を受けた段階では、横綱は高級的制度として成立しておらず、上乱相撲における演出の一つとして一回限りのものとして構想されたために雷電が横綱を免許されていないという説を立てている。実際、 吉田司家の横綱免許は、谷風、小野川の授与の後、三十九年もの歳月を経て千八百二十八年、文政十一年の案の小六の助まで行われていない。この、大野松の免許の前段階として、千八百二十三年、文政六年に、相撲の家元を名乗る京都の五条家が、谷風、小野川の横綱免許という洗礼に目をつけ、柏し助、 玉垣学之助に独自で横綱免許を与えていた。これに負けじと、吉田司酒は、江戸幕府に対し自らの相撲式権について、確認することを、要求。1827年、文政10年7月に江戸相撲方取締りを、拝命。1828年、文政11年正月に江戸年より一同が揃、う、吉田司家門邸となり、2月に、 吉田塚崎は大野松に横綱を免許した。これを機に、吉田塚崎は五条家を牽制し、結果として五条家も吉田塚崎の免許権を認めた。神殿は、こうした経緯で、横綱免許は制度化したのであって、横綱制度確立以前の来殿に横綱免許がないのは、むしろ当然であり、来殿は、横綱以前の強豪力士として位置づけている。 免許権を持っていた吉田司や、さらに1950年以降免許権を譲られた日本相撲協会ともに、今日に至るまで来年を横綱として、追認するなどの措置はないが、1900年、明治33年に12代横綱、神幕九五郎が、富岡八幡宮境内に混流した横綱力士費には、無類力士として検証されており、 横綱と同列に扱われる場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。